残り3枠の北京冬季オリンピック出場権をかけ、オランダ、レーワルデンで開催されているカーリングの世界最終予選。混合ダブルスでは、日本は出場権を獲得できなかっただけに、4人制には男女ともに大きな期待がかかっていました。女子の日本代表には、平昌冬季オリンピックでも代表となっていたロコ・ソラーレが、男子代表には、サッカーでもおなじみのコンサドーレが出場しており、男女各9チームが総当たり方式のリーグ戦を実施しており、オリンピック出場枠獲得を目指しています。現在、男女ともに4戦目までを終了しており、世界ランク6位のコンサドーレは、4戦目に韓国代表と対決。世界ランク9位と格下ではあるものの、第7エンドで韓国に一挙3点を奪われるなど危ない場面も。それでも日本は直後の第8エンドに1点を追加すると、続く第9エンドでは相手のミスを誘うショットで、この試合3度目のスチールを成功させるなど、冷静な試合運びを見せます。最終エンドには1点を返されましたが、韓国に6対5で競り勝ち、通算成績2勝2敗としています。女子の2大会連続五輪を目指すロコ・ソラーレは、第3戦を終えた時点で3連勝と好調。しかし、第4戦の相手はヨーロッパ選手権優勝の強豪スコットランド。日本は前半、第2エンドでスコットランドに2点を奪われると、直後の第3エンドでは、相手にスチールを許してしまいます。それでも第4エンドに、スキップの藤澤五月選手が、相手のストーンを弾く巧みなショットで、2点を返す場面も。しかし、その後は大量リードを許す展開となり、第8エンドで1点を返し、第9エンドでもスチールに成功したものの、ここで負けを認めるコンシードを宣言。最終的には5対8で、連勝は3でストップしていましたが、藤澤選手は、ここまでの大会になると、どこで加藤が負けようが、出てくるチームはすごくいいチームなので負けることはある程度覚悟していた。攻めなきゃいけない展開でのミスが目立った、とコメントしていました。そして、ロコ・ソラーレといえば、平昌オリンピックの際もそうでしたが、どんな場面でも楽しそうにプレーする姿、ソダネイや、もぐもぐタイムなどを生み出したのも、このチームの仲の良さや、楽しそうなプレースタイルからでした。今回のスコットランド戦でもその様子が、第9エンドで、サードの吉田知那美選手がショットの前に、もう一本ガード行く。クリスマスツリーみたいにする、と、ストーンの位置を確認すると、藤澤選手もそれに応じていました。しかし、どう見てもツリーにならない様子に、中継していた NHK のアナウンサーは、クリスマスツリーみたいにする。どういうことでしょうか、と、困惑気味となっていました。このやりとりをテレビの生放送で見ていたファンからも、SNS 上で不思議だと大きな話題に、どういうこと？北海道のクリスマスツリーは他の地域と違うのか、などといったコメントに対し、多くのファンが楽しみながらプレーするロコ・ソラーレを応援していました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
Thank you.